ご飯食べましょうね。ティムエルのご飯タイムがみんな好きなんだって。見るのタッチ、あれティムエルタッチ、はい、くるー、おかわり、はい、ノーノー、お座り、くせ、バーン、バーン、待って、はい、ちょうだい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 、あれちょうだい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 、はい、よし、そんな急がなくても大丈夫だよ、ご飯は逃げないよ、ゆっくりね、エル君、これじゃもう食べ終わったね、なくなっちゃった。ということで、ちょっと髪の毛ノーセットでボサボサなんですけど、午前中ちょっと買い物に行ってきて、今もうお昼、私もお腹空いたのでこれからご飯を作ります。スイーツバジル、ラディッシュ、パセリ、ベビーほうれん草を買ってきました。あと大好きなモッツァレラ、あとブロッコリースーパースプラウト、これサラダにしようかなと思って、あとトマトでしょ、あとディル、このままね食べても美味しいので、サラダ、マリネ、カルパッチョとかによく使います。お肉を焼くときにこのクレソンがあるとなんか好きなんです。はい、2個買いました。あとアンチョビペースト、細めのパスタ麺と、普段よくパスタ食べるので 1.7 ミリのパスタ、でグルテンフリーですね、こっちはパルメザンナチュラルチーズ、冷蔵庫にこの巨大なアスパラと桃があったので、これでパスタとアスパラサラダ作ります。久しぶりに一人ランチゆっくり作るな。まずはゆで卵を作っておいて、ちょっと下の方はね筋が硬そうなので、下の方だけ薄くピーラーで皮むいておきます。これはささっと塩ゆでします。こんな色だったっけ、種って。このさ、皮むくのもさ、もったいないよね、桃って。薄く薄く皮を親指でこう引っ張りながらって言ったらいいのかな、包丁使ってるんだけど皮だけ剥ぎ取りますよみたいな。洗ったブラックベリーを入れます。でベビーほうれん草を入れて、ちょっとだけ白ワインビネガーを入れて、オリーブオイルでしょ、塩、普通の塩よりもやっぱ圧倒的にこういう岩塩の方が美味しいですよね、こういう料理は。ブラックペッパーたっぷり、いいんじゃない、なんか美味しそう、チーズとベリー合うもんね絶対に。完成、白ワインビネガーを小さじ1杯ぐらい、オリーブオイルもちょっと目分量なんですけど半々ぐらい入れて、でここにディアンドデルカのトリュフ塩を入れたいと思います。ここにもパラパラっと、でこういう風に混ぜて雑すぎ、洗い物増やしたくないからね、これをかける。なんですけど、こういうザルとかでも何でもいいんですけど、卵をこれでちょっとこします。でこうパラパラーと粉チーズかのように振りかけます。はい、あとは粉チーズも振りかけます。で上からさらにブラックペーパー、完成。でこれはパスタをね、茹で上がったら氷水で冷やしておいたので、よく水を切って入れて、ここにオーガニックレモン果汁、これ有機レモン 100% のストレート果汁で何も入っていないので安心して使えるレモン、まあ、そんな気にしてないけどね、できるところはしようっていう感じで、ね、はい、でホイール、
白ワインビネガー、全部同じ味付けじゃんって感じですね。あとは岩塩とブラックペッパー、ここにバジルの葉をちぎってみます。ちょっとね醤油で仕上げた方が好きですね。ほんとちょっとだけ。最後にディルをドドンとのせたらブラックペッパーを振りかける。完成しました。いただきます。美味しすぎ。うん、桃甘っ。美味しい。いいね、久しぶりにこういうランチ。アスパラいただきます。最高だね。これにカリカリベーコンとか生ハムとかそういうのプラスしても美味しそう。うん、ブラックベリーが甘い。初めてブラックベリーサラダ作りました。サラダほうれん草はすごい栄養価が高くてシャキシャキの食感とかほんと大好きです。合うね、やっぱりブラックベリーとモッツァレラ。みんなランチ何食べてるんだろう。私ほんと最近ランチっていうランチを食べてなくて、あ、お腹空いたなって気づいて、で適当にもうその辺にあるものをパクッと食べて過ごす日が続いてたので、久しぶり結構お腹いっぱいだ。うん、うん、ごちそうさまでした。ヘアセットします。最近ね髪の毛をグレージュに染めました。グレージュっていうかなんかちょっと透け感のあるシアーなベージュっていう感じですね。動画越しでは結構なんか明るく見えるんだけど、もうちょっとね実際黒いです。前髪がね癖っ気なのでちょっと濡らしてねドライします。ドライしたらちょっとマシになるのでストレートアイロンで軽く熱を通す感じで、前髪の調子が良かったらこうやって全部下ろすんですけど、癖っ気で言うこと聞いてくれないので、もうそういう時はもうバーって分けちゃいます。こっちの髪のこっちの前髪がねこっちに行きたがるの。今の前髪全体の表面をストレートアイロンで整えて、一時期ね髪の毛がパサついてたんですけど、お風呂上がり濡れた髪の毛にヘアミルクをやって、乾いた後にヘアオイルをやるともしかしたらちょっと改善するかもっていうことでアドバイスをいただいて、でそれからね続けてるんですよ。でちなみにミルクはこのミルボンのエルジューダサントリートメントエマルジョン、これトリートメントと頭皮用の日焼け止め効果があるやつで、これね2本目、ミルクをしてあげてから乾かしてっていうことをやったら本当に改善しました、パサつき具合が。でちょっとなんか最近重めだなっていう時とかはオイルをやらずにそのまま寝るんですけど、まあ、でも表面をオイルでコーティングしてから寝た方がなんか摩擦が少ないからか次の日もしっとり寝癖もつきにくい気がする。でちょっと表面をストレートに整えたら 32mm のコテが壊れちゃって、今 26mm しかないんですけど、これで外ハネにします。軽く、本当は 32mm でやりたいところです。コテなんかおすすめないですか。ずっとクレイツを使ってきたんだけどついに壊れました。この前おすすめなコテ教えてください。コテが細いのでほぐしながら、そしたら顔周りにこう前髪とつながる短いレイヤーの毛を作ってもらっているので、毛先を内側にくるっと一回巻いて、でリバースして流す。でさらにこのぐらい束を取って、この今リバースした毛をつなげるようにリバース。でちょっとこのままほぐさないで熱を保っておきます。こっちも外側にリバース、さらに長い毛を取ってつなげるようにリバース。毛先までやんない。これを崩してナチュラルになじませます。はい、これで簡単なくびれ巻きができました。うん、こういうちょっとゆるっと固めたいなっていう時はトリエのカールフォームの3がおすすめ。下からこうやって揉み込みます。
顔周りの毛を作った状態でちょっと緩くね、こうポニーテールとかしても可愛いです。これでよくない？今日こっちの方がいい気がするよ。こうしよう、緩く結びましょう。完成しました。今日も結局弱きました。くびれヘアどこ行った？今日ね、つけてるリップはラネージの、あ、やばい、韓国語で読めませんでした。コーラルブランチっていうカラーかな？ 2 番のカラーの、このマットリップがね、可愛くて。しかもマスクにつかないので。これ、今年の夏一番使ったリップです。はい。でね、セリアの韓国風のザックが新商品で新しく出たっていうことで、めちゃくちゃたくさん DM をいただけまして、なので今回店員さんに聞いて、買えるものだけを全部購入してきました。皆さんにね、どんなものがあるのかっていうのを共有したくて。で、まずめちゃくちゃ可愛い花瓶2つ購入してきました。うちでも似てる花瓶があるんですけど、さらにちっちゃい版。2個並べても可愛いですよね、絶対。結構ね、思ったよりちっちゃめなんですよ。手のひらサイズです。これもね、手のひらサイズの小さな花瓶。なんかただただ花瓶に何も飾るわけでもなく、並べて置いてるだけでもインテリアとしてすごく可愛いなと思います。あ、もう一個買ってました。ちょっと形違いの細長い。これもね、手のひらサイズの花瓶です。これとこれ。ちょっと似てるんですけど、撮影スタジオにもいいなと思って買ってきちゃいました。あとね、こんなのもありました。韓国イラスト風壁掛け LED アクリルライト丸型。コイン型の電池を1個入れればつくみたいです。あとは、メラミントレイハニカムっていうものもありました。ちょっとベージュ系なんですけど、色違いもね、確かありました。続いてはデコレーションフレームっていうもので、これもいくつか形があったのかな。私はこういうちょっとお花のものにしました。これもめちゃくちゃちっちゃい。あとはティッシュボックス買いました。くすみカラーが可愛いですよね。ティッシュボックス適合サイズが横24、縦 11.5、高さ 5.5。後ろがゴム板になってます。あとこれはね、めちゃ可愛いですよ。キャンドル3つ購入して、パッケージはこんな感じなんですけど、開けてみると、ハートが2つとポコポコキャンドル。こういうトレイとかに並べて置いといても可愛い。あとはね、事務所にいいかなと思って買ったんですけど、フリフリのクッションカバー。対応サイズが 40cm×40cm ですね。裏はね、ちょっと糸がボロボロ出てきちゃってるけど、生地感自体は全然いい。ちょっと生地素材がね、書いてないですね。で、あと、カンパスグラス、見物ミニブーケというドライフラワーを購入しました。ドライフラワーは結構いろんな種類があって、全部在庫はあったんですけど、まあ、そんなにいらないやと思って1個だけ購入しました。さっきの花瓶に入れてみた。私こういうね、花を飾るっていうセンスないんですよね、本当に。あと、ピアスエアリングスタンドっていうものも購入しました。これはね、今回の韓国風雑貨とはまた別なんですけど、このトレイにマッチして可愛いなと思ったので購入しました。あとまたこれもね、関係ないんだけど、ちょっと最近リップが増えてきたので、クリアケース購入しました。こうつなげて使います。1個で10本以上入るんじゃないかな。エッジにも入れるところがあるので、ちょっと長めのグロス入れるのにちょうどいい。あと、普通のリップはこうっていう感じで使えそうです。おしまーい。ちょっと今から、ウタンを迎えに幼稚園に行って、英語のスクールに送ってきます。お財布入れて、で、その後に私、ネイルを予約してるのでこれ気持ち悪いネイルに行ってきます。この付録で付いてきたディアンド・デ・ルーカの小さめのね、水筒にアイスコーヒーを入れました。カバンの中身は前回紹介したものと変わってないです。ただ今日はコーディネートに合わせてロエベのバッグに久しぶりに変えました。外が暑いとやっぱ荷物が多くなるので、これぐらいが最低限です。忘れ物はないかな。日焼け止めがないとね、運転焼けしちゃうね。週に2回だけ幼稚園行って、その後に6時半まで英語って感じなので、2時半に迎えに行って、3時に、英語に送り届けるっていう感じで、パパが行ってくれる日もあるんですけど、今日は私が行きます。今日はこの B さんに行きます。これね、ベージュはもう在庫がないんですけど、ホワイト、ブラウンがちょっと残ってたと思います。ホワイトとベージュを履くことが私は多いですね。今日はこんな感じのカジュアルなスタイルで。いきまーす。じゃあねー。
love me back. Yes, I fell in love with you and tried